はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です、今現在、山道をくねくね走っております。なので、突如無言になる場合もあるかと思いますが、そこら辺ご了承ください。はい、はい、ということで、番宣、インザ檜原村、突然2回目から名前がついたが違うな、あるいは番宣イン都民ザ森、都民の森だな、に向かって今進んでおりまして、まず宣伝から入らせていただきますけれども、まあもう宣伝前回見てもらっていいですかね前回が宣伝の、あ、前回を見ていただければ、概要欄にリンクを貼っておくんで、前回の冒頭1分を見ていただければ大体伝わると思うんで、はい、あのうずらでございます。あのうずらが仕事を探してますっていうのと、あのノッチマンっていう人が、インターンを探してますって話を第1回目にやったので、そうですね、はい、もうこれで重要だと思います。はい、はい、重要だと思います。ということで、第1回の宣伝も無事に終了したので、どうでもいい話に入っていこうかなと思うんですけど、はい、そうですね、あのなんか今ちょっとね、あの切ってる間に、まあちょっと危ない話、危ない話、あのぼやぼやした話をした中で、まあ、これはまあ分析で話していいでしょうっていう話が若干出たので、その話をしようかなと思うんですけど、はい、じゃあノッチマンさん、どうぞ。いや、そのぶっちゃけその技術力ってどうやって磨っていく、いけばいいんですかっていう質問です。いいですね、すごいですね、ものすごく若干こうオブラートに包んで言うと、技術力がないエンジニアはなかなかエンジニアとしてしんどいので、技術力を磨くべきみたいな話をしたんですよ。まあ確かに技術力以外でも生きる道はあるんだけれども、あのそれがないってなった時には、まあ当然技術力に頼るよねと。最終的には、暴力と書いて技術力、違うか逆か、技術力と書いて暴力みたいな世界になるよねっていう話はまあちょっと若干してましたと。で、その上で、どうやって技術力を磨くのか、はい、難しい話にしますよね。まあ、これそもそも技術力があると思われているの、俺は。あると思ってます。まあとすれば、大した技術力がなくても問題にはならないので、技術力がなくはなくてもいいんじゃないでしょうかというのは若干あるんですけれどもなんだろうね、技術力っていうものがすごいふわっとしてるから、多分皆さん、なんだろう、うまく取られてないのかなって思うことはしばしばあって、例えばですよ、例えば技術力っていうのが、まあ、技術力っていうこの1個のワードで全てがこう完結するってことはないんですよ。はい、例えば、まあ、僕で言ったら、PHP に詳しいみたいなことが、まあ一つあり、さらに細分化すると PHP の関数がポンと頭に湧いてくるとか、ポンと頭に湧いてくるとかっていうのが、まあ、技術力だったりするのかもしれないですねと。でその時のちょっとした変わった挙動みたいなものが、まあ、分かるよみたいなところが技術力なのかもしれないと。例えば僕のタイピングのスピードが速いことは、おそらくその範囲でいうところの技術力には含まれてないと思うんですよね。って考えると、まあそういったこうスペシャリティみたいなものが技術力だと思ってるんじゃないかなと思っていますと。はい、でそれは、まあ、やってるうちに覚えるよみたいなところがまず一つあるので、正直覚え方は何ですかって言ったら、場数を踏むんだよっていうのと、まあ、障害対応しまくれよっていうのは一つあったりするんですけれども、まあノッチマ君は正直障害対応しまくってる方のタイプだろうから、別になんか僕がこう言わんでも自動的に上手くなっていくでしょうみたいな感じは若干あるんで、そこまではそこの部分には触れないんですけど、もう一つは基礎教養の部分が圧倒的に足りてない人たちっていうのは、技術力が低いとみなされやすいですねっていうのは、まあ一般論としてありますねと。はい、具体的なその基礎教養っていうのは、なんか教科書、なんかいわゆるコンピューターサイエンスの教科書に載ってるような話とかですか？コンピューターサイエンスに載ってるような話が必要な分野だったら、もちろんコンピューターサイエンスが必要だと思います。例えば計算量の話とか、はい、そうだな、赤黒キーかけますとかっていう、いわゆる何だろう、
まあ、アルゴリズムみたいなものを書くっていうのが、まあ、すごく重要な場合であれば、まあ、それは重要でしょうと思うんですけれども、うん、じゃあウェブアプリケーションエンジニアやってて赤黒キーを書くことが1年に何回あるかといったら多分ゼロだと思うんですよ。はい、ゼロです。うん、ただ赤黒キーが何なのかっていうのは知ってないといけないかもしれないですよね。まあそれぐらいがまあ教養なのかなとは思ったりはしますが、でもまあ必要になってから覚えたっていいとは思うので、若干このあたり比較難しいんですけど、はい、まあ、例えば Git の操作一つとても、クローンであったりとか、クローンするときに、サブモジュール取ってくるためにどういうオプションつけなきゃいけないんだっけとか、そもそもサブモジュールってなんだっけとか、はい、あとは Git init するとき、まあ、Git init は大したことないか、まあ、Git init でもいい、Git pull するときに要は1コミット分しか取ってこないってオプションとかあったりするわけですよ。全部取ってこないで1コミット分だけ取ってくるみたいなのあるわけじゃない、まあ、あるのよね。そういうのをまあ一通りちゃんと知っているとやっぱ技術力が高いっていうことになると思うのよね。変な話さ、この間ノッチマ君がやってた作業で僕がさこれやろって言ってバーンってバーン出したやつあったじゃない。ありました。あれを見て技術力が高いって、まあ、例えば思ったんだとするじゃない、はい、あれってでも HTML と CSS のなんていうか技術とも若干違う気がするんだけど、まあまあそういう話じゃない。そう、なんかこういう時はこうやると答えにたどり着けやすいみたいな、うん、こう引き出しの数というか、うん、そうだよね。だからそれってだからこうなんか例えばあれコンピューターサイエンスの本には書いてないですよ、うん、あんな書いてないですね、うん、あんな書いてないですよ、うん、あそこの要素をね 100% にしてここのとこを見たらいいぞとか、ここのとこに赤い色を塗って赤い色が出てなかったら当たりだみたいなことを言ったりとか、まあ、そういうこう実践的な知識みたいなものを持ってこうなんだろう技術力と言ってるとしたら、やっぱりこうなんだろう、まあ現場を踏むっていうのとやっぱセンスですよね。うん、これセンスってすごいなんていうか自由なワードなんであんま使いたくないんだけど、そして磨く方向も若干難しいんだけど、やっぱセンスってすごい重要だなと思っていて、はい、例えばこれを実装したいです、でこれをこうしました、この時に何をすればいいんですかみたいな時に、どういうふうにそれをじゃあクリアするかっていうのって何て言ったらいいのかな、過去の掛け算あるいはググり方みたいなところっていうのはやっぱり重要にあると思っていて、そこの部分でなんだろう、多角的な見方とか、あるいはここの部分の蓋開けて中に手を突っ込んでグエッてやればなんかわかんじゃねえのみたいな部分って実はこうなんだろう成功法じゃないとこにあったりするんだよね、うん、例えばだからあなたがこの間やってたやつなんかも結局裏側から手入れてるわけじゃん俺。いやそうですね、うん、裏側から手入れて裏側から手入れてここら辺とかに適当にこう赤い液体をぶち込めばここが赤くなってなければここのパイプは違うから違うパイプに行こうぜみたいないやそう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 、でもなるほどってなるわけじゃん。いやそうね、終わった後経緯を見るとなるほどになる。そう終わった後経緯を見るとなるほどになると思っていて、だからそういうところでだからこうどこまでそのなんていうか要は気づかなかったことに対して気づくっていう意味で言うとやっぱ現場の数だし、それをどうやって学ぶのって話になると教科書に載ってないので、どうやって学ぶのっていうのに関してはやっぱりこう率先して手を挙げてズンズン行って、でさっさと分かんない時に先輩とかにすいませんこれどうやってやるのか分かんないですけどって時にドラドラって言った時に先輩が突然お前こういう時にはなパイプの中にな赤い液体を流せばな分かるんじゃみたいなことを聞いて、なるほどって言って、まあそれをこう受け継いでいくみたいなのがまあ一個手としてはあるんじゃないかなと思うんですよね。逆説的に
なんか永遠にこうそういうのしないで、うん、なんかアドホックにやってこうっていうのはやっぱ無理があるっすよ。はい、誰にも聞かないで誰の参考にもしないで、で、なんていうの、本に書いてあることとか公式ドキュメントとか読んでやっていくっていうのは、まあ、かなり無理があるかなと思ってて、うん、で強いて言ったら僕はそういう時に何に頼るかって言ったら、やっぱりある意味先人の知恵じゃないけどバグトラを見に行く、うん、石を見に行く、一周を見に行って、であとは次はもうソースコードですよね、デバッガーですよね。僕口開くたびにデバッガー使えって言ってると思うけど、それはみんな思い込みでこうやってるから作業、うん、こうなってるだろうって思ってどうしても動かないんですって言うけど、でもコンピューター嘘つかないじゃないですか。あるいはバグでもあったとしてもバグの通りに実装が動くじゃないですか。って考えるとやっぱデバッガーで、要は俺の想像している、お前はここのところでこうなってると思っとるが実はそうじゃないんだよみたいなところをやっぱ探してあげる必要性があって、うん、まあ、そういうのを繰り返していくとなんとなく内部の構造が透けてきて、あ、なんか今日調子悪いんだけど、まあ、これ多分オイルが悪いんだろうなとか、なんかアクセル踏んでて加速しないんだけどこいつはクラッチ滑っとんなとか、まあそうだな、あとはなんだろう、まあ、なんか今日ちょなんかこうなんかハイブーストが上がらんのだけどってなったらどっかの パイピング抜けてんじゃねえのとか、うん、あるいはウエストのところがこうカーボン堆積してんじゃねえのとかやっぱ思うわけじゃないですか、うん、そのためにやっぱこういろんなメーターとか、あの男の子はメーター大好きだし、デバッガーも僕はメーターの一種だと思ってるんでニューレリックとかもそうだしね、いやかっこいいですよね、なんかかっこいい、うん、1日見てても飽きない、うん、いやちゃんと撮られてたらこういろいろメトリックス見るのはなんかそうなんだよね、燃えますよね、うん、そういうの含めてやっぱりだからこうなんだろう、まあさっさと、まあ、聞きに行くのが重要なんじゃないっていうのと、うん、そのさっさと聞きに行くとためのチャンネルをたくさん用意していくのがやっぱ重要なんじゃないかな。僕もだからそういう意味で言うとコミュニティとか、やっぱり若い人にあまりコミュニティピンとこないと思うし、正直結果論なんであれなんですけど、やっぱ先人の知恵っていうものは馬鹿にできなくて、おばあちゃんの知恵袋ってやっぱ効果あるので、まあ、聞ける相手を増やして、で聞くときにやっぱり聞くためには自分でこう調べて、うん、こうなっててこうなっててこうなっててこうなんですよっていうのがやっぱちゃんと説明できると自動的に実は答えが出てくる場合もあるんだよね。だ調べる能力がどれだけ高いかみたいなところはあるかなと思いますね。だからなんか本読めとか僕まあ全然言わなくて、うん、だって読んで別に読んだら覚えられるもんじゃないんで、ただこうなってるね、でこれこうなっててこういう風になってて、ああなるほどこれがこうなっとんだなって時に相手に説明する時に言葉として伝えるためには本を読んでないとダメなんですよ、うん、でちょっと順番が逆なんですよね。で僕めちゃめちゃ本読むんですけど、めちゃめちゃ本を読む理由ってそこですごい新しい発見ってはもちろんあるんだけど、案外それよりも相手にこれがこうでこうなってるんでとか、例えばまあ、パフォーマンスチューニングの話でいうと、昨日というか、まあ、どこまで言っていいんだ、まあ、ちょっと前に某ストレージがうまくこう動かないかって言って僕のところの鉢が回ってきたの、あなた見たでしょ。見ました。で、あれの鉢が回ってきた時にじゃあやっとくからって言って、まあ、僕がこうシュッとやっといたわけじゃん、はい、動いたよって言うじゃない。であの時に何が見るってやっぱメトリックス見て、ここのバルブ開いたら速くなるかな、ならんか、いやここを変えればもうちょっと早く、うん、これでなんとかギリ間に合ったみたいな感じのことやっぱやるわけよ。そう、うん、VMS スタートとポップと、そうそうそう、別に複雑なっていうか変わった道具は一切使っとらんで、うん、ただ愚直にここで CPU がサチッとらんなとか、EBS のメトリック見て、 EBS のメトリック見てなんかここのとこでどうも頭打ってんなと、じゃあこれちょっと上げたら上がるんじゃねって言ったら実は上がらなくて、うん、でもまあそもそもでもエラーをよく見たらここから始まってここから終わるのをちゃんと引き算してみると
なんかリトライなんか5回ぐらい前任者の方がね、あの前の担当の方がやってたんだけど、必ず2時間で終わっとんのよ、はい、これはどう考えても何かのタイムアウトでしょって、まあやっぱ気づくわけじゃない、はいはい、まあ、やっぱログとか見るっていうのはそういうことだと思うから、うん、でそこでまあ2時間で終わってるんだったら、あのどこのどっかの数字を増やせばいいわけで、どっかの数字どこだろうねって言って一個一個で、しかもそれを公式ドキュメントの古いドキュメントとか新しいドキュメントとか当たってみて、まあ、一個一個上げたり下げたりとかして、まあまあ果たして僕は当たりを引きまして、まあ無事に、まあ、うまくいったわけでございますよ、うん、はいはい、だから結局調べ方が分かれば、うん、あとは大体答えに行き着くの で調べ方が何なのか分かんないって言うけど、先輩は大体そういうのって書いてんすよ。 VM スタット使え、 H トップ使え、あとはまあ IO スタットを今回の場合だと使っていたりとか、はい、別にね、変わった道具なんて一切使ってないんですよ。はい、お、譲ってくれましたね。一切変わった道具なんて使っちゃいないので、はい、そんななんかね、なんていうの、必殺の道具なんて全くなくて、むしろそういうのをなんかちゃんと必要なんだなって理解できてるかどうかっていうことの方が重要なのかなっていう、うん、おー、まあ、そういうのはね、さまざまこうなんていうの、ちゃんと若い人にこれちゃんと見てねとか、そしてそれを飛ばさない人が重要なんじゃないかな。はい、技術力が高い人っていうのは手抜かないのよ、はい、ちゃんとやって一通り試してみて、試してみて試した結果動かなかったんです、どうしてもやっぱ分かんないですっていう時に、まあ、やっぱりまあなんていうの、まあ、もう少しやり方分かんないんですみたいな時に、じゃあここの部分やってみたいんじゃないのとか、もう少しここのメトリック見たらいいんじゃないのみたいなことをやっぱりサジェストできるっていうのが重要なんじゃないかなと。はい、まあ、そういうのを考えるとね、技術の高い低いっていうのは自分が説明できるかどうかだと。なるほど、自分が説明できなきゃ話にならん。説明なんか、じゃあなんかそのまあ僕も詰まることある、なんかその時に詰まった時は詰まったなりにこうやったらこうでなってできませんでしたみたいなところを説明するっていう、そう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 、説明ができないから何も役に立たないし、説明をするためにこういう道具がここの数字はどういう意味がありますよとか、はい、それをちゃんとね、後輩に伝えられるとか、あるいは自分が理解しているとかっていうのが、まあ、重要なところなんじゃないかなと僕は思ったりしますね。だからそれはちょっと意識して、まあ今までもやってたんですけど、ちょっとそこを意識して、まああともそれの積み重ねというか、そうそうそう、全然なんか難しいとこないのよ、それこそがでも僕は技術の高さだと思ってて、うん、であとさ、僕さめちゃめちゃジラとかさスラックとかにさやったこと書くじゃん。書きますね。あれは君らに対して書いてるからね、はい、俺はもうあれ書かなくていいからさ、2度目に あれやった時うずらさんどうやってクリアしてたかなって時にこういうコマンド実行してたなっていうのを全部残すためにあれやってるから、そう、うん、あれ活用されてるんですかね。いや、痛いことをつくね君は。いやいや、これは僕はなんですけど、なんか覚えてるやつとかでなんか過去なんか引っかかってくる人いるかなと思って、ノーションだってジラとか結構あさるですよ、うん、そうだね、うん、とかプルリクとか、はいはいはい、うん、そういえばなんか昔このバグがあってこう直した人いたよなみたいな見るんですけど、なんか痛いとこついちゃった。いやでもまあでも実際痛いとこっていうか、まあ使われてるか使われてないかはちょっと正直何とも言えないけど、うん、残しとかないと自分でも忘れちゃうし、そうです、ね、やっぱさ、なんだろう、ステータス取るためのコマンドとか、まあ最近はチャット GPT があるからとかって言われるんだけど、うん、
チャット GPT 嘘つくからね。いや平気で嘘つきますか、うん、俺は全然信用してない。まあまあググる時のまあキーワードぐらいに使うけど、うん、あのキーワードの元ネタぐらいに使うけど、まあ、やっぱねあれでねどうにかしようっていう根性はやっぱちょっと違うかなと僕は思うんだよね。ちょっと平然ととんでもないコードを書いてくるんで、うん、そうそうそう。まあとりあえずね、あのもうついちゃうんで、あのおちょを閉めますけど、あの調べるのが上手くなることが基本的には僕の中ではね、僕の中では技術力が高いということになっております。あの、はい、なので皆さんがあの技術力が高くなりたいと思うのであれば、あの技術力とは別に特に形のないものでございますので、あの、はい、どういうふうにやってみてうまくいきましたとか、あるいはあのすごいな、あのこういうものこういうことを試してみようと思いましたとか、うん、あるいは今こういう状態ですとか、こういう状態でしたとか、でこれをこういじったらここがこのように改善あるいは悪化しましたとか、そういうさまざまなこうなんていうの、あのどこがどう変わったかっていうのを説明できるところがまず第一段階かなと、はい、でそこが説明できたらやっとあのなんていうの、まあ、技術力が高いとか低いとかっていうのは引き出しの数によると思うので、あのそこに行けるのかなと思いますと。あそこ空いてます。あここもちょっと持ち入れといてあげよう。駐車場を探した。ここに入れておいてあげよう。一番ね、あの一番分かりづらいところに止めてあげるのがねいいと思うんで、僕は礼儀というかなんていうか、あのそうですね。はい。ということで、さまざま、まあ簡単に言いましたけど、まあさっさと先輩に聞けと。はい、技術力が高いというか、まあ、解決したきゃ先輩に聞けと。でその時に先輩に一目置かれるとか、あるいはあの同僚に一目置かれたいと思うのであれば、あの説明が上手くなってほしい、うん、説明が上手くなってほしい。で説明が上手いっていうことはもう大体自分でも調べられるんですよ。よく言うあの問題設定が9割ってよく言うと思うんですけど、あの自分でその相手に説明できたらほぼ勝ち、うんうん、逆に言えば説明できない問題には永遠に先輩も答えられないし、汎用的な答えしか返せないから、まあやっぱりこういいオチにはならないよねっていう、うん、はい。でどうですか僕の解説を。その説明というかそこのなんか、まあ、調べて自分がやったことを曲がりなりもこう整理してそれを人に伝えて分かんないところはその上で聞く。でももう実はもうそこで8割方多分答えも出てて、うん、その2割の部分をこう支えてもらうみたいな、なんかそれの積み重ねでなんか引き出しが増えていくとかって、なんかなんとなくイメージはつかめました。いい話。一応伝えておきますけど、あのそれで聞かれた先輩方はそっからが俺らの技術勝負ですよ。聞かれた質問に対してなるほど、そこで分かんないんだったらここの引き出しを引き上げてみなみたいなこと言えるというのが我々の仕事なんでまあまあ2段3段とね続いていくもんだと思うんで、そこら辺はまあ一旦はね、ノッチマン君は一旦聞くっていうところを上手くなれれば技術力が上がったというふうに僕は思います、はい、で試した時にこういうこと試しましたって言えればいい、はい、で僕とかになると聞かれたことに対してうまく返すためにもっともっともっと深い知識を得て、下の子が上げてきた結果に対してこうこれじゃないかなみたいなことをちゃんとこうできれば、まあ引用付きで渡してあげるっていうことが重要なんじゃないかなと思っております。ということで技術力を上げていくイコール、まあ、調べ方だと思っていただければいいんじゃないかなと、まあ、一旦まあ、分野によりますけどね、うん、ということで、まあ、今回は締めさせていただきます。はい、はい、お疲れさんです。お疲れ様です。はい、失礼します。